竹の浦は女川町の、竹の浦で押鹿郡の方にある方なんですけど、震災後、がれき撤去とかで、入って、今はダイビングポイントにはなってるポイントで、やっぱ岩場も結構多いので、岩に結構ね魚がそこに、ね、ついたりアマモがいたりとか形で生物は多いのかなと思います。浜田さんどっかこう太いとこあるとそこでハマ取られちゃうんだよ。きついこれ全部ここから、なんかこれだけで体力消耗しますね。結構慣れないと。でスノーケルの加え方なんですけど、まずあーいうで加えます。あーいでマウスピース加えて、うで口を切ります。あ、じゃあマウスピースじゃないです。吸うときは必ず下を上の裏の歯につけて吸うと水をブロックするって。で一回じゃあ顔つけて、一回じゃあ水面つけて、水の練習で僕が OK ってまで顔を上げずにゆっくり、で肩の力を上げてください。リラックスしてくださいね。でゆっくりね、足でキックを押してください。ゆっくりゆっくりゆっくり。ちょっと正直入る前は怖かったんですよね。やっぱりその津波があったっていうことも当然ですし、でもどんな海なのかなってちょっとおっかな半分だったんですけど、やっぱり本当に高橋さんが先頭に立ってやっぱり瓦礫撤去されたりとかした甲斐がちゃんとやっぱりあって、海の中はすごく綺麗で、本当にいろんな魚とか海のこう命をがこう生きてるなっていう感じがすごい面白かったですね。こちらならではのホヤとかアワビとか、あとこう熱帯魚とかではないけれども、こちらで獲れる魚の子供とかですね、あと人手がすごくいろんなものがものすごく大きい、直径30センチ近くとかそんなのが見られました。ほんの目で見えている場所なんだけど、実際にそこに近づいていくと目でこちらから目で見ているだけじゃない世界がすごく広がっていて、もうまたずっとこれからさらに続けていきたいなっていうふうに思いました。なんかこんなにこう海が綺麗なんだっていうのもこう潜ってみてっていうか入ってみて分かりました。やっぱりポイントポイントでこうここにいるよとかこういうのがあるよって教えてもらえるとすごい楽しいです。ダイビングねやらない方とかにもぜひ知ってもらいたい窓口としては、やっぱスノーケルからかなと思ってるんで、スノーケルね参加してすごい喜んでくれたのは、地元の海を知るっていうことと、今後ねそのダイビングとかにつながっていくことなんで、すごい僕もみんな喜んでた言葉はすごく嬉しく思います。海桜は基本月一度、掃除をするっていうのと、他には僕水中瓦礫撤去とか行方不明捜索も、継続して行うっていうことと、ハイブリッジではそういうダイバーの育成をして、あとそのレジャーダイビングを普及していくっていうことで、石恋ではそういう関連した、ちょっとイベントを、今後も、できればなと思っております。